ウラジーミルプロップウラジーミルプロップとはソビエト連邦の昔話研究家である。彼はロシア帝国のサンクトペテルブルクに生まれ、1932年からレニングラード大学で教鞭を取った。後に言うところの構造分析を昔話に適用した。例えば魔女や王様、動物など昔話に登場する主人公は彼らが誰であるかを問題にする限りほぼ、 無限に存在するが、彼らが何を行い、物語内でどんな機能を果たしているかを分析すると、ごくわずかな項で分類できることなどを発見した。主張である、昔話の形態学は、1928年に出版された当時は全く反響を呼ばなかったが、1958年に英訳が出版されるや数多くの言語に翻訳されるようになり、現在では、 構造主義の先駆的仕事として評価されている。昔話の構造31の機能分類例、導入家族の一人が家を留守にする主人公にあることを禁じる金が破られる敵が探りを入れる敵が犠牲者について知る敵は犠牲者またはその持ち物を入手するために相手を騙そうとする犠牲者は騙されて相手に力を貸してしまう敵が家族の一人に害や損失をもたらす。 家族の生員の一人に何かが欠けている。そのものが何かを手に入れたいと思う。不幸、または不足が知られ、主人公は頼まれるか、命じられて派遣される探索者が、反作用に合意もしくはこれに踏み切る。主人公は家を後にする。主人公は試練を受け、魔法の手段、または助手を授けられる。主人公は、将来の寄与者の行為に反応魔法の手段を、 主人公は手に入れる。主人公が探しているもののある場所に運ばれ、連れて行かれる。主人公とその敵が直接に戦いに入る。主人公に印がつけられる。傷を負う。敵対者が敗北する初めの不幸、または欠落が取り除かれる。主人公は帰還する。主人公は迫害や追跡を受ける。主人公は追跡者から救われる。主人公は気づかれずに言え。 または他国に到着する偽の主人公が不当な要求をする。主人公に難題を課す難題が解かれる、主人公が気づかれる偽の主人公や敵、加害者が暴露される、主人公に新たな姿が与えられる敵が罰される、主人公は結婚し、即位する7つの行動領域的対射造与者、助力者王女とその父親派遣者主人公、 偽主人公プロップによる研究成果は収集した昔話の構造を分解し共通点を抽出して得られたものだが逆にこの構造をテンプレートにして具体的な出来事や登場人物を埋めていくことで誰でも比較的簡単にファンタジーのプロットを作れることが知られており映画やライトノベルやゲームシナリオといった娯楽作品の創作にまつわるハウツー本の中で 紹介されることがある。ありがとうございます。